ハイガーアパーカット。ケイスケさん、俺次の試合絶対勝ちたいんですけど、なんかいい技ないですか？しょうがねえな、俺が技を教えてやるよ。お前らなんか知りたい技ねえのか？肩固め知りたいっすね。ね、めっちゃ知りたいっす僕も。プーさん、肩固めって全くわからないですか？意味がわからないです。どっかのなんか格闘技かなんかので聞いたんですか？いや、なんも聞いてないです。肩固めって情報はじゃあ、 彼女から聞いたんですね。はい。なるほど。すごいいい彼女ですね。すごい格闘マニアの彼女ですね。プーさんの彼女、確か、堀口教授が好きなんですよね。あ、そうです。そうですよね。わかりました。じゃあ、グレート佐田健介さん、肩固め得意ですか？はい。18番ですか？18番です。じゃあ、申し訳ないですけど、その18番を、はい、プーさんとテンペストさんは、肩固めについては、にわかですよね。もうど素人ですよね。もう初心者ですよね。オーケーです。じゃあ、ケンスケさん、そんな人に、ね、説明する感じでお願いしていいですかね。わかりました。はい。じゃあ、寝てもらって。肩固めは、基本的にこの相手を抑え込んで、肩で相手の首を締める技ですね。このような形で、相手の腕を、このような形で流して、ここで三角ロックを作るような感じです。三角締めの腕で締めるバージョンみたいな。なるほど。ここでロックして、で、自分の首を相手の、耳の脇に持ってきて、ここでロックしたまま肩で圧をかける。それで締まれば、ここでロックして、ロックして、自分の耳を相手の耳の横にくっつけるような形で、で体重をかけていくと、はい、これ先生、三角の中に相手の首が閉じこもって、ここで締めるような感じです。胸で押さえる感じですか？そうですね、胸、肩と首、ここで圧迫をかけるような感じです。はい、グレートサタケイスケさん、もう一回やってもらっていいですかね。はい、こっちの角度から撮らせてもらいますね。けさ固めのような体勢から相手の腕を流してあげます。で、三角ロック、腕でチョークスリーパーの形ですね、のような形にして、で、自分の首を相手の耳の方に潜り込ませながら体重をかけてグッとロックをします。はい、グレートサタケンスケさん、申し訳ないです。もう一回お願いしますね。今度体全体を取らせてもらいますね。はい、はい、体をしっかり使いますね。登っていく感じで。そう。この状態です。そう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 。いいっすね。はい、もう一回お願いしますね。いきます。はい、OK でーす。はい。じゃあ、プーさんかけてみましょう。かける。はい、かける方ですね。彼女に今日見せつけてやりましょうね。彼女締め殺す。プーさんがやったらガチで死んじゃいそうだけどね。あ、そう。で、これ。あ、そうか。手を流すかね。流して。こういうことですか。はい。で、こういって。お、いいね、いいね、いいね。イメージ的にもっと頭を中に入れるような感じですね。で、ここで、そうですか。耳で押さえ、耳で押し込む。タイトル。あ、そうです。あとは多分手が浅いですかね。ここのロックが浅いので、しっかりその力こぶのところを握って、はい、で、ここを肘を握って返してみます。はい。はい。ああ、なるほど。オーケー。わかりました。プーさん、もう一回行ってみましょう。はい。はい。ね。もう彼女に的確な肩固めかけるためにね。いや、これ好き。はい、オッケー。ありがとうございました。これ、どうすか？ロー人間さん。苦しかったですか？苦しいです。これ、プーさんの彼女死にますね、きっとね。即死や。即死ですよね。はい。じゃあ、テンペさんも決めてみましょう。はい。はい。こっちね。そうです。おお、いいね。全然わかんないです。圧迫かけましょう。肩に体重を乗せる感じです。ここで体重を、そこに体重を乗せるような感じです。ん？いや、わかんないですね。フロー人間さん、全然苦しくないですか？なんかもうちょいですね。
そうですね、声からしてもうちょいの声ですね。その、なんていうんですかね、輪っかというか四角をちっちゃくします。こう、もっと締める。うん、その、あ、そうですね、肩と頭が入ってるのを締めないといけないんで、プレスかけ、あー、オーケーオーケーオーケー。はいはい。もう一回いきましょう。あー、オッケー、いいっすね。いいっすね。はい。じゃあ、今度、テンペスさん交代して下になってください。はい。はい。で、フローさんかけてもらっていいですか？はい。フローさん、肩固め得意ですか？いや。まあまあぐらいですか？まあまあぐらいですかね。おぉ。お、どうでしょうか。お、これ格闘マスターのグレート佐藤健介さん、どこが悪いと思いますか。これは、うん、フローさんどうですか、これ、うん、フローさんチョークスリーパーの形、そう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 、作ってその輪っかをちっちゃくするような感じにしてください。だいぶ入ってると思うんだけどな、入ってないかな。二人とも黒なんであれ。で、ここを閉める感じです。あ、そう。お、決まった。決まった。OK。シンプルにくびれです。フローさんもう一回。フロー人間さんもう一回かけてください。首の後ろがいかがですか。しっかり頭とここで挟むような感じで押し込みます。そう。おお。いや、きつかったですね、今。オッケーです、はい、じゃあプーさん下になってくれますか。はい、はい、で格闘マスターのグレート佐藤健介さん、ちょっと見せつけてやってください、はい、格闘マスターアプリをちょっと見せてください。めっちゃ首対応します。します。決めます。うん、あ、死ぬ。プーさんどうですか。どうですか、プーさん。めちゃめちゃ痛いです。これやっぱ格闘マスターの肩固めは強いですよね。強すぎます。これ絶対彼女を格闘マスターに合わせちゃダメですよ、これ。彼女餌食になりますよ、これ。はい、 OK です。はい、じゃあみんなあのフォーメーション組んでもらっていいですかね。はい、はい、はい、いいポジションになりましたね。いつものポジションになりましたね。フロー人間さんどうですか、これ試合で使えそうですか。これもう絶対使います。絶対使いますか。わかりました。グレート佐藤健介さん、みんなちょっと、はい、あの3人ともうまくできましたかね。そうですね、はい。あとはもう練習でバンバン使って、うん、繰り返し、そうですね、スパーリングとか打ち込みですよね。はい、プーさんどうでしたか、これ。これ彼女にちょっとどうやれるんじゃないですか。あ、そうですね。ね、彼女は肩固めっていう名前は知ってるかもしれないけど、この掛け方とか多分知らないと思うんで、はい、はい。ちょっとじゃあ、ベッドの上で。いや、マジですか。いい彼女ですね。はい、テンペさんどうですか、これ。いや、もう、首痛すぎて、はい、今日眠れないぐらい。マジですか。これ今度親友の、あの、侍総一郎さんにやったら掛けてみてください。今度秋田行った時にやってみてください。やってみてください。おそらく、親友の侍総一郎さん、この技知らないと思うんで、はい、もしね、あのまた分かんないとかちょっとド忘れしたとか、ね、彼女にやったら決まんなかったとかあったら、ね、格闘マスターのグレート佐田健介さんに聞いてください。はい、はい、格闘時点なんで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ふぅ